Hey guys, my name is わさもんな人みちを改めまして、推しがすぐ死ぬ男わさもんです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはテレビアニメ友達ゲーム第3話、さすがにそれは信じられないってです。むせた。失礼。まあ信じられんだろ、もう無理よ。この状況でさ、まず前回のおさらい第2話ですね。第1ゲームのコックリさんゲームか、コックリさんゲームっていうか、コックリさんをやって、まあ最後にね、ちゃんと灰のところにこう10円がいって、まあ無事全員でっていうのがあったんですけど、ゆういちがみんなが持ってたカードね、あの問題文を確認してた。でそしたら特殊なインクで消えちゃって分かんないってなって、うわーってなってるところにさわらぎがやってきて、まあね、ちょっとお話をいろいろして、私は裏切り者じゃないんだよっていうふうには言うけど怪しいっていう会話を今度はミカサが聞いてるっていうのもあって、なんか考えてるんだってなって、でまあ第2ゲームが陰口すごろくっていうやつで、まあ陰口すごろくがまあいざ始まってね、まあどんどん借金が膨らんでいくシステム、多分プラスになることはないと思う。借金がね、明らかに増える。でもうそこでいろんなことが出てきて、最後ゆとりちゃんがあーっつってるところで終わったんで、もう第3話早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。何をどう信じろとっていう感じだよね。無理じゃない？今さらさ、信じてっていうの誰も信じらんねえよ。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。ゆういちがさ、陰口を紙に書く前にさ、なんか考えてたような感じだったからさ、自分で自分のこと書いたんじゃないかなっては個人的に思ってんだよ。別に整形でもよくない？可愛いじゃん、だって女同士だったら分かんないけどさ、別に男女間だったらさ、整形しててもいいと思うんだよね。超怖いこと言うよね。だーれだ。わ、やべえじゃん、これ。嘘だって言えばいいんじゃないの。あ、これで泣くんだ。これ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 。これこれ。超怖えでよ。仮に本当にやってたとしたらだよ。男性陣の3人が知ってんのか、さわらぎが知ってんのかで、また話が変わってくるじゃん。なんか男たちが知ってたらさ、なんか、まあまださ、なんかその、ね、これぐらいの年齢だからっつうのでさ、無理くりどうにか思うことはできるんだけど、さわらぎがこれ書いてた時は、なんであんたこんなこと書くのよってなるじゃん。で、しかも、ゆとりちゃんのキャラクター的にさ、あざと系っていうか、あの可愛い系だから実際にやってたらっていうのもあるし、いじめられて
た、いじめられてるっていうあれもなんかあるからさ、余計なんかギクシャクするんじゃん。これマジでこれ人間不信になっていくような。いやでも俺は必ず当てるよ。本編開始。大地さんはさすがにそれは信じられないって。あおる。志保ちゃん、あ、マジなんだこれ。やめろよ、いちいち言うねや。うおー、ぶん殴った。おーおーおー、いや、これはなんか怪しいね。なんか怪しいよ。怪しいよ。急になんか守り出したよ。怪しいね。なんかちょっと笑ってなかった？うわ、もうしべがかわいそうだよ。そらそうなるやろ。そらそうだよ。うわー、つら。はあ。じゃゴールしない方がいいもんね。全学生を。嫌だな。沢良木とミカサが付き合っとったって言ってじゃん。それでミカサが聞いてた可能性ない？沢良木がさ、実はゆとりって縁故やってんだよって。ああ。なーに、金か。それで体打ったか。優しいとこじゃねえって。あー、給食費パクったのもしかして。
うわー、マジか。違うって、もうそれはハメ撮りになるって。あー、つらいって。やばいって。ここでか。いや別に俺気にしないけど。半分。いやでも別によくない？怖えよ。怖えよ、これ。でも別に少女ぐらいよくないか。大丈夫かな？なんて言った？何言った？いや、多分違うこと言ったやろ。何言ったんだろう。まあそういうふうになるよね。友達ゲーム。もうしべがかわいそうだよ。ほらほらほら。なんかミカサ怪しいって。
なんかミカサがすげえ怪しく見える。しべがかわいそうだろ。マジでなんかもうしべが不憫だ。しべじゃない、しべじゃないよ、ミカサだよ、ミカサ。うん、そう、いや知ってるって。うん、は？うん、まあ、うん、まあ、うん、まあ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 、そう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 、これ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 、気になってた。ユーイチかな。いやでもだからこそゆとりちゃんが怪しいんだよ。何？何？何？なんだこれ。ああ、この中の誰かね。あれ、ここでわかんの？もしかして。おう、殴ったや。持っとけって、やべえって、持っとけよバカ、何やってんだよお前。いや、持っとけって。つうか学生に持たせんなよ、学校も。バカなんじゃねえの。誰だ。男だ。なんだよ、違うじゃねえかよ。あれ？言う？ん？いっぱい。誰？違うな。やっぱミカサじゃない？ミカサじゃない？
死だ。誰だ誰だ。誰だ。ん？ミカサ？ミカサ？ほら、ミカサだ。ほら、やっぱミカサだ。メガネで見えなかった？うわこれマジ本気で弾くんだけど、やっぱりナチュラルに言ったけど、もうマジで次回のサブ隊のまんまなんだよ。これマジ本気で弾くんだけど、わあこれね、これか、これのことか。見えんだろ、ここね、ちょうどメガネの縁か。で、今の女の子がゆとりちゃんの中学時代だったんか。いやー、ちょっと明らかにおかしいとは思いよったけどさ、もう俺はお前のことを信用しないからな、ミカサ。やばいだろ。金が欲しいからとかじゃなくて、この友情を壊すために参加したん。いやー、ちょっと気持ち悪いってこれ。マジか、ミカサか。あ、もうあれ純粋に受け取ってよかったのね。俺なんか前回の動画のケツで言って
たと思うけど、俺誰が一番怪しいって言ったっけ、後で見直そう。いやでもそのまんまでよかったんだね。明らかに確かにミカサだけなんかそういう描写が多かったもんね。裏切り者っぽい。あの最後のさ顔ドアップでさ、どんな顔するのかなつってこうへえってなった時にさ、それマジ本気で弾くんだけどっていうのが出てきてもナチュラルに出た。気持ち悪いマジか。あ、じゃあもうあれよね、だから我々視聴者の立場としてはこの裏切り者が分かった状態でこの後のね話を見ていくことができるから、頼むから気づいてっていう風に応援ができるよ。これでいいんだ。これでまた第1話第2話とかのねゲームを見直したら面白いんじゃないのかしら。いや、いくらなんでもじゃない、マジこっからだよ。オープニングでね、なんかまだ別のグループかなもういたから、どういう風に関わっていくのかわかんないけど、はあ、いやでももう犯人分かっちゃったからね、裏切り者分かったけどどういう風にしていくんだろうか、楽しみだね。マジか、どうすんだろうかね今後。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますのでツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますのでそちらのチェックもぜひ。ということでテレビアニメ友達ゲーム第3話さすがにそれは信じられないってでした。ありがとうございました。ならね。